はい、そんなこんなでね、今日はこのヤリス君の運転にもねだいぶ慣れてきましたので、走行動画をね撮ってみたいなと思っております。ヤリスっていうのはどんなもんかっていうのをね、皆さんにご覧いただきたいなと思っております。このヤリス登場してからですね1769キロ走って、今初めて、赤ランプがつくというね経験をしております。これいいですね、クワッドロック。これバイクにもついてて、こうやって車に乗るときもね、こうやってカチャって装着するとね、すごく見やすいです。見やすいっていうのは良くないのかもしれないですけど、じゃあね、行ってみたいと思いますが、まあこれとこれがね今 Apple CarPlay でつながっている状態ですね。これもすごく便利です。これおすすめです。言い忘れました、このヤリス、駐車場、今うちの駐車場すごく狭いんですけど、どう言ったらいいんでしょうね。これ今バックギア入れると周辺です、こんな感じなんです。で、まだまだ余裕あるだろうと思うところでも、危ない危ないよって言って、周辺です、勝手にブレーキがかかるというね。まだいけるだろうと、気合が足んねえだろうとよく言うんですけど、容赦なくブレーキがかかってね、その場で駐車ができなくなるというですね。意外と、なんて言うんでしょう、融通が効かないです。まあそれでもアクセル踏んどけば、いけるんですけど、意外とビビリですんでね、これがヤリスの特徴です。じゃあ行ってみたいと思います。はい、そんなこんなでね給油しました。赤ランプついてたんでね、赤ランプがついてからザクッと35キロです。で、満タンで30キロです。あ、30リットルです。なんでね、何駐車時は P レンジに入れてください。あ、ドア開いてた閉まってなかった。これね、ドアを閉め忘れると、スマホのアプリにドアが閉まってませんよとか、窓が開いてますよとか、来るんですよ、通知が。で、この前、何この前ランチ食べてた時にママタムが鍵かけ忘れたみたいで、鍵かけ忘れてますよって通知が来てびっくりしました。じゃあちょっと行ってみます。はい、そんな今度でですね、ジョイフル本田さん、ホームセンターにね、買い物に来たんですけれども、ちょっとせっかくなんで駐車をしてみたいと思うんですよ。せっかくなんで駐車をっておかしいですね。自動で駐車ができるんですよね。今これママタもお気に入りので、この P のボタンを押しますと、これどこに止めますかっていうのが出るんですよ。で、ここに止めたいみたいな感じで、ここ P っていうのがついてるんですが、ここ開始と押すと、発進するにはブレーキを離してください。前進します。で、これで勝手にハンドル切って駐車してくるんですよ。すごくないですか。ブレーキを踏んでください。シフトをリバースに入れ、リバースに入れてください。シフトリバースに入れ、交代します。これすごくないですか。今ママタもこれで調子に乗っていろんなところに買い物行ってるんですよ。で、ちゃんと止まりますでしょ。ほら、シフトをPに入れてください。入れてください。すごくないですか。アドバンストパークを終了しました。これ縦列停車も一緒なんですよ。縦列駐車もね。なので、うちのママとも最近一人でどこにでも出かけるようになりました。ただこれの問題点は、この前広島行った時レンタカー乗りましたけど、これがついてない車には乗れないと思います。はい、そんなこんなでね、美容院行ってきました。で、今この16を走ってるんですけれども、こういう
ごくごく一般的な道路を走行していてのこう感想がもし言えたらいいなと思いながらボケっと走ってで今前の車減速間もなくすると思います。あの赤信号なんでね。でこれで、どういう動きがこの車やるかというと、こう今、まあ、このカメラだと分かりづらいかもしれませんけど、これ今減速していってるの分かりますかね。車がこれねブレーキ踏んでないんですよ。あのこういう車乗ってる方にとってはすごく当たり前の動きなのかもしれないんですけど、この今までこういう機能を知らない私にとってはこれが非常に慣れない。あのこっちのタイミングでブレーキをかけさせてくれと思うんですよね。だから特に後ろに人が乗っている時がそうなんですけど、あ、最近ね子供たちも家から出てしまったので、もう後ろの座席がもうそもそも倒してないというねあのこれだとあの後ろがすごく見やすいので、まあ、こんな使い方をしています。だからこれ前も言ったかもしれませんけど、子供が巣立ったあの定年間際のおじさんがですね、まあ、昔はプリウスとかを選んでたのかもしれないんですけれども、プリウスよりもカタログ値1キロ確か燃費がいいので、しかもプリウスと比べて安いので、こういうのを選ぶ人が多いんじゃないのかなと思ってます。で隣にね死角に車が入ると、あ今ちょっと映らなかったかもしれませんけど、ドアミラーがオレンジ色にこう光るんです。今光ってますけど、まあ、これついてる車最近多いですけれども、あのバイク乗られてる方はぜひ、このオレンジ色にドアミラーが光った、メルセデスなんかは赤なのかな、ここに色が光った時は自分が視界、この車の死角にいるんだなっていうことを意識しながら離れてってほしいなと思います。これ今わかりますかね、減速し始めました。でこれぐらい緩くなると自分で踏まないといけないというね、今ブレーキ今人間がかけましたというね、こういう、まあ、下道で長距離を運転するときはこれに慣れればあのすごく楽なんですけども、慣れるまでがあの結構大変でした。だからあかけてくれるだろうなと思いつつ走っているとかけてくれないみたいなねこれあ、まあ、これもかけてくれないのか、車が迷っているのかわかんないんですけれども、迷うというのはですね、ちょっとお待ちくださいね、今右車線入ります。迷うというのはですね、例えばこの先、今前の車ブレーキ踏みましたけれども、この先自分は右折したいみたいな時あるじゃないですか。で右折ラインはすごくガラガラなのに、この右のラインは渋滞、あ逆の方がいいか、あまあこれで右曲がりたいとするじゃないですか。こう右曲がりたい、でもこっち側が止まってると止まっちゃうんですよね。わかりますかね。あのそこが2車線あるとどっちをどうしたらいいのかが分かんなくなっちゃうみたいなんですよ。だからあの、車が分かんなくなるだろうなというような時は、まあ、気をつけながら自分がブレーキ、人間がブレーキを踏めば、まあ、いいだけの話なんですよね。だからその特性というか機械の、まあ、特性ですね、それを意識しながら運転してあげると非常に楽に、運転ができると思います。まあそういうのを慣れるまでが、まあ、1700キロかかるというところなんじゃないかなと思います。でこう来て
赤信号じゃないですか。ここは止まってくんないんですね。で、これが黄色だとしますよね。黄色で、行ってしまえみたいな時ってあるじゃないですか。あれって黄色だよってピピピピピってなるんですよ。黄色だ黄色だ危ない注意しろみたいなこと言うんですよ。で、だからこの車的にはこの標識もそうですけれども、今40キロっていうのがここ見えてるんですけれども、これって、こういう看板を見てるんですね。40キロって看板を、もしくは道路の標識じゃないかサインを見てて、ここは40キロだなっていうのがこの子は理解してるんですけれども、信号も理解してるんですよ。だから黄色だ危ないよみたいなのがね、ちゃんと、カメラは捉えてるわけですよね。だから赤信号っていうのも分かるはずなんですよ。だったら車と同じように止まってくれればいいのになっていうのはありますね。で、なかなかいいし、田舎道に思いがけず田舎道に入ってしまったので、いいシーンがないんですけれども、例えばここで、左側に自転車がいるとするじゃないですか。そうするとこっち側、要は簡単にこう追い越せるのに、簡単に追い越せるのにブレーキがかかってしまうというね、そういうちょっと鬱陶しさはあります。この間、先週スタッドレスに変えたんでノイズがちょっとうるさくてすみません。で、この先左巻いて、オートクルーズコントロールを試してみましょうかね。で、こういうカーブの先に信号みたいなのがちょっと苦手みたいです、この子。だけど今止まってます、ちゃんと。ここで今人間が踏みました。まあやれることはやれるんですけど、今みたいな時でカーブの先に信号があって渋滞していて、こっちボケッと走ってるみたいなねボケッと走ってるみたいな時にすごく役に立ちます。ただこれを、まあ、これに慣れてしまうと、普通のねレンタカーなんか運転した時に危ないので要注意ですね。こう走っていて、今クルコン設定しました。こんな感じですね。で、今ハンドルが勝手に動いていくのが分かりますでしょうか。これね、穴川から東関道乗って立山の別荘に、東関道じゃないか、立山道行って立山の別荘に行く間はずっとこんな感じです。だから、勝手にハンドルが切られてカーブも曲がってくれるという。で、しばらくやってるとこうやってハンドルちゃんと持ちなさいって出るんですよ。で、持て持てって言ってくるんですよ。とこうレーンが読めなくなってくる。だから寝ちゃう人がいるんだと思うんで、これ定期的にこうなってくるんですよね。で、前の車が減速するとこっちも減速する。あ、これ今なっちゃうんで、だからちょこちょこっとこう動かしてあげると、あ、これ今ちょうど左曲がりますね、これ減速するんですよ。僕ブレーキ踏んでないんですよ。これがね、大したもんだなと思うんですよ。で、勝手に加速するんですよ。今ちょっといいシーンでしたね。で、勝手にレーンを読みながら走ってくれるというね、すごくないですか今の車って。だからこれが本当にブレーキかかるのかな、本当にブレーキかかるのかなと思って、ドキドキするのがようやく慣れるまでに1700キロかかるというそういうところですね。これ今減速しました、この子が。僕らね、ここを高速道路って呼んでるんですけど、こ
これ464号線かな。パーンと何にもない道路があるんですよ。こんなのはもうこの機能得意中の得意な道路です。これでこの今の機能を使ってみるとよくわかる。もうずっとこのまま走ってくれます。手ハンドル持たなくても。この道路は高速道路ではありませんって書いてありましたけど、これがね、ほんと立山行く間ずっとこんな感じ。もう楽でしょうがない。だから自分で車を運転しているというよりは車に乗せてもらってるようなそんな感じの車です。そういえばこれ最初ウルトラだったかな、あ、マグナの時代かな、最初バイク買ったらあのここで、あ、ウルトラか、クルーズコントロールのテストをしました、ここで。やっぱり車買ってもここに来るんですね。これすごいんですよ。まあこういうのに慣れてる人はまあ何を言ってるんだ、当たり前のことだろうと思われるかもしれませんけど、今までこういうのが ついてなかった人からするとすごく気持ち悪い。勝手にハンドルが曲がっ、まあ駐車もそうですけど、勝手にハンドルが動いて勝手にアクセルがを踏んで勝手にブレーキがかかるというですね、こういう車がね非常に気持ち悪いんですよね。まあそんなこんなでね、ようやくまあ慣れてきて、あのこういう走行動画を撮ってますけど、当初車を買うときに、買ったの、まあ納車のときに驚いたのが、まずスマホにアプリを入れなさいってわけですよ。まあ何のためのアプリかっていうと、さっき言ったあのドアが開けっぱなしですよとかね、窓が閉まってませんよとかっていうのを通知してくれるアプリなんですけどね、そのアプリを入れなきゃいけない。で乗ったら乗ったでこうやっていろんな操作があるっていうことでね、僕の納車の時ちょうど大安だったんでいっぱい人がいたんですけれども、なかなかみんなそういう、これはどうしたらいいんだ、このボタンは何だみたいなね、そういう質問で結構ごった返してました。ということでね、最近の車はまあ僕が時代遅れなのかもしれませんけど、こういう風になっていてちょっとびっくりしちゃって、で昨日チッチに、あ、バイク仲間のチッチに、ヤリスどうですかっていう質問を受けたんで、もうなんか慌ててこういう動画を撮ってるんですけど、あのやっぱ知らない人も多分多いだろうなと思って今カメラを回しております。でちなみにこのヤリス君、燃費がですね、カタログ値で36キロ、実走行で28とか9とかそんな感じの燃費です。で、先ほども言いましたけど30リットルしか入んないんですけれども、ザクッと800キロぐらいは走りますんで、そんなに燃費は多分いい方だと思います、国産の中ではね。ということで、これが、トヨタのヤリス君でした。またなんかこんなのどうなってんのとかね、こんなの見てみたいみたいなのがありましたらね、ご一報いただければと思います。また来週ありがとうございました。まとめてね。いやだけどね、部屋に行ってね、家内がこの車に乗って帰ってくると、まあ
最近まあうちだけじゃないんですけど、周りの車もみんなそうなんですけど、とか言うね。あのエンジン音だったらまだいいんですよ。エンジン音だったらよ。エンジン音の方がまだいい。まだいい。そのなんだろうな、この機械音って言ったらいいのかな。それがね、あの夜響くんですよ。あの何回も何回も切り返しするんでね。とかっつって、それがうちの前のヨシリンも、あれはなんだ、あのトヨタのカローラか、カローラスポーツだったかな、かなんかで、お隣さんのプリウスかなんかで、止まるとき必ず「とか言うんですけど、あれね、うっさい。あのエンジン音がうるさいか、あの電子音がうるさいか、あの多分慣れなんだと思うんですよね。あの聞き慣れない音が、あの深夜ウィーンって言ってるとね、なんか それも慣れないんですよね。まだ未だに慣れないですね。だからうるさい、うるさい。だからよ、あヨシリン帰ってきたなとかね。なんかすぐ分かるというね。あ、ママとも帰ってきたなとかね、すぐ分かるっていうね。あれはあのモーター音なんでしょうけどね、なんとかなんないのかなと思っております。